はい、どうもリントです。急遽回している動画でございます。今ね、ちょっとこの辺のメンテナンスをして近づいたら急に餌だと思ってすぐこっちを見てたので、今餌の準備をねしております。はい、まあモニターフィードを上げるんですけれども、もうね、絶対餌食べると思って、ほらね、来た。そうで、餌のタイミングってなんで気づくんですかとかって言われたことがあって、それをね動画で撮ろうと思ってたんだけど、もうこいつ気づいちゃった後だったからね、その瞬間撮れなかったんだけど、餌欲しい時とかお腹空いている時って自分からね来るんですよ、こっち側に。で、それこそ今やるとしやれるとしたら、この辺に手をこうやって置いといてみようか。こうやって、あ、手には来ないか。2個食ったからちょっと満足してるな、こいつ。ほら、で、餌欲しいなってなったタイミングでなんでわかるのかっていうことなんですけれども、なんかね、いつもと違うアクションをするんですよ。で、こうケージから顔を出したりだとか、あとはそれこそこっちを見てたりっていう感じをするんですよね。で、この子の場合だとシェルターはないんですけども、今さっきまであそこの水辺にいました。で、水辺から急にドド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 って出てきてここに来たんです。で、くるくるって来て、その今の定位置にいるんですけど、それでね、餌をくれよってなってるんです。あ、まあまだ餌欲しいみたい。どうすっかな、もう一個ぐらいあげとく。うわ、そしたらね、いい例の人が来た。ほら見て、こいつ夜行性ですよ。今昼です。昼にもかかわらず出てきました。これ餌欲しいね。あなた何そのタイミングね、自分から出てきたでしょ。これ何もしてないですよ、自分から出てきたんです。じゃあレオパに餌をあげたいので、ちょっとレオパゲル用意しましょう。レオパゲルを用意している間は、シェフィーを見ててください。今レオパゲルをね、チューブ、チューブを出して、何切れか用意しておかない、こう片手じゃいけないんですよね、両手使うんですよ。ちなみにシェフィーさんもお腹空いてますね。ただこの子は揚げすぎるとブリブリに太るので、揚げすぎないようにしております。3切れぐらいあったらいいかな、レオパゲル。ということで、はい、キョウリンさんのレオパゲル3切れぐらいちなみにレオパゲルはね、このワインセラーの上で冷やしております。あれはまだ新品、開けてもいないやつ。これ絶対食べるでしょ。よいしょ、はい、君いいタイミングで来たね。その餌の食べるタイミングってどんな感じなんですかっていうので、動画を撮ってたら、食えてない、下手くそ。ロペ様は自分から出てきたね。あ、この子はレオパード月光のロペ様、色としてはマックスノーになりますね。で、奥がルフ様でございます。マックスのトレンパーアルビノになりますね。ちなみにルフは食べるかな。はい、ルフは置いとく方が食べるんだよな。あ、ロペが持ってった。はい、ルフどうぞ。ルフびっくりしてるね。
はいどうぞ、はいどうぞ、ロペはめちゃくちゃ食っている。ただロペ、あなた二切れにしとき、君の分はもうこれ以上あれだから、君ちょっと出てて。はい、あ、気づいた。こうやってしとかないとね、あのロペ様はね、すごい食べる子なのでね、あの奪い取るんだよね。でルフはね、すごい食べるって感じではないんだけど、食べたくなった時にはこうやってあげとかないとって感じ。君も食べるタイミングだったか。どう、君もう一切れいるかい。ちょっともう一切れ用意してみるか。だいたい私は二切れにしてます。あ、もう一つ食べそうだな。で多分ロペも食べるな。ロペ久しぶりだし、もう一個ぐらい出しといてやるか。あんまりあげすぎるとね、この子たち肥満でね、亡くなってしまうことが多いので、あのレオパはね、あのなので体調管理のためにも餌あげすぎないというのをしております。ちなみに今回は1週間ぶりかな、ご飯としてはになります。ちょっとルフにもう1個あげてみようか。あ、ロペちょっと、ロペそのままいて。ロペ今ちなみに膝の上にいます。あの部屋着なんで短パンですけれども、この間の動画でもそういえば部屋着だったね。はい、どうぞ。いや、気づいちゃいるけど食べそうじゃない。そしてちぎれた。餌に気づいてはいるんだけど、なんかどっか見てる。ちょっとロペにあげようか。ロペだったらこの上で食べるんじゃない。はい、どうぞ。あら、食べないの。いかがでしょうか。はい、どうぞ。食べそうだけど食べなかったのかな、これは。はい、どうぞ。ちょっとね、こっちはビクビクしやすい子なんだよ。どっちかっていうと警戒心強め。ちょっと食べそうかなと思ったけど、そうでもないのかな。違うとこに興味いっちゃってるね、これね。あれ、ロッペー。はい、どうぞ。ロッペーもう違うとこに興味いってるね。一回食事じゃない興味をね、あの持ってしまうとね、あの食事はちょっと後でいいやってなりやすいんだよね。食事の興味はなんか今なさそう。これ、違うとこに興味がいってるね。ああ、チューブ出したのに残念だな。ちょっと畳失礼するよ。畳にうんちついてるからさ。よいしょ。うんちだけね。落として行きます。
な感じでね。はい、よいしょ。はい、失礼するよ。で、畳を置いて、あ、君たちちょっと危ないよ。シェルターを戻してやって。あ、うん、そっち側行っててもいい。和傘だけ置かせて。まあね、この和傘置かなくてもいいっちゃいいんだけどさ、本来ね。よいしょ。これはね、私がただレイアウトとして使いたいだけなので、まあ一切れ食べたから良いとしましょう。さあ、じゃあ余った分はサニーくんがね、サニーじゃない、シェフィーさんがね絶対食べるんで、サニーじゃない、シェフィーにあげよう。はい、シェフィー、シェフィーはね、レオパゲルも食べますからって。まあ、レオパゲルに関してはね、高カロリーではないしね、高タンパクでもないので、まあ、カルシウムとかの補給にもつながるし、いい感じだと思います。ネズミとかあげるよりは全然いいね。鶏肉とかあげるよりは。よしよし。よしよし。ちょっと嫌だったみたい。ごめん。痛い。なんだお前かって顔したな。私の指だと把握できてなかったのか、お主。よし。さあ、戻しましょう。はい、餌のタイミングっていうのはね、こんな感じです。ちょうどね、あのシェフィーがね、餌くれっていう感じになってたので、急遽動画を撮り始めたんですけれども、あの今も餌くれになってるね。餌欲しい時ああやってね、追ってくるのよ、この子は。でもこれはもう性格を見てだね。あの日々この子にご飯あげる時にどういう行動をするかっていうのを把握した上でですね。でこの子の場合はこうやってね、餌欲しい時には指に対して寄ってくる。あ、今来ないね、さっき聞いてたけど、もう諦めたのでしょう。でこの子のたちの場合はね、シェルターから出てきましたでしょ。あの出てきたのはあのロペだけだったけど、ついでにね、あのルフちゃんにあげたんだけど、ああいう感じでね、出てきます、餌くれって。なので実際にこうやって餌をあげてという感じでやっております。なんとなく餌のあげるタイミングっていうのがね、通じればいいなと思って動画回しました。いい感じになってよかったですね。でそんな感じで撮ってたら、昼なのに珍しく起きてご飯食べてるギョロちゃんがいるのと、めっちゃ水飲んでるハルくんがいましたね。ここは寝てるね。あれは完全に寝てるね。こっちも寝てるね。あ、起きた。寝てていいよ。ハルくんもあの中で寝てるね。サナッチも寝てるね。はい、そんな感じでございました。はい、まあ餌を炊けるタイミングというのは、うちはあんな感じで行動をとってくれます。ちょっといい動画が撮れてよかったです。あのこういう風にね、餌くれて出てくるんだよっていうのの事例がね、撮れたので、この間セーブシシバナヘビのお話の時にもあったんですけれども、あの実際の事例を撮るっていうのはなかなか難しかったので、実際事例が撮れてよかったです。あの動画回そうとした時にはその行動が終わってたりするので、あの今日は本当動画回すタイミングで2人とも、まあ、こっちは出て、あのその行動をね、動画回すタイミングではしてくれませんでしたけど、その後にね、餌を欲しそうなあの仕草してましたので、なんとなく伝わったかなと。こっちに関しては本当出てきたからね、あの餌くれっていう感じでございました。はい、っていうところでね、あの
餌のやるタイミングっていうのはこんな感じだよというお話でした。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、そして SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。で、また過去にたくさん動画も上がっておりますので、よかったらそちらも見てみてください。ということで、本日は以上となります。次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。